日本埼玉県川越市牛五牛五は、埼玉県川越市東南部の大技。郵便番号は350の0017。新加岸川。対岸川牛五。手前は、下新河市跡。川越市の東南部に位置し、東部を、木の目、北部を、南田島、西部を下新菓市及び、新加岸川をまたいだ、西南部を寺尾と接する。また、域内に、 下新河市の飛び地を抱えている。東を九十川西を新河岸側に挟まれた低地にあたり、農地と川越ハイツ及び河原町地区を中心とした住宅地として利用されている。北部を埼玉県道336号今福木の目線が東西に貫通し、東武東上線新河岸駅及び川越線南古屋駅に到達できる。 木の目との境界線は九十川をまたいで、木の目地区がはみ出す形で入り組んでいる。また、下新菓市との境界線も同様であり、またかつ、下新菓市の飛び地を西北部に抱えた形になっている。江戸期には、今福村桃園に神殿を持っていた。また、南田島も九十川と新化岸側の合流点付近に飛び地を持ち、牛後と南側でも接している。 この近隣の諸村は、武蔵野と呼ばれた地域を神殿として開拓し、それぞれの村の飛び地としていた。例えば現在の富士見野市福岡武蔵野、大井武蔵野等の地域が、並木村、区下戸村の飛び地にあたる。荒川、新菓子川の柏九十90川に架か,かる京栄橋90川に架か,かる京栄橋名番旧入間群牛小村。古くは、三好屋郷。 千場省に属し、江戸時代初頭の源内四年頃の記録に牛う、小日田村との記載が見られる。火星期には、個数二十八個を数えた。開根寺より、川越城付の村であり、両主は代々川越藩主がついた。また今福村の桃園に飛び地を持っていた。漢文四年に、川越藩、第二代藩主、松平照綱によって、 新河岸側に面した菓子、牛小菓子が、川越後河岸の一つに取り立てられる。新河岸橋のすぐ下流に設置された、新河子川下がに唯一の五河岸であり、主に、江戸、河西からのぬか、小江肺等の肥料を受け入れ、干渉江戸に積み出していた。安政6年の時点で所持する船は4艘の規模であり、また船戸宮は、大島屋の一軒のみだった。 これは、川越後河岸の中で、最も規模が小さかった。当時の牛小村内の地名として、うち、土府、河原町、自在袋が挙げられている。慶応2年の武州一期の際には、所沢村から、安松神殿、中富村、上府村、亀久保村、鶴岡村と北上し、 養老橋を渡って、越城下市の橋本屋を襲った、一騎勢が牛小村に到達したが、対岸に運ばれた川越藩の大砲で、撃退されている。1876年の時点で、個数32、人口188、馬12、漁船2を持ち、米、大麦、大豆、小豆などを産したという。 明治時代に入って1889年4月1日の松村静志向に伴い、牛古村は今泉村、南出島村、久下戸村、並木村、古城村、木の目村、渋井村と合併し南古屋村の大技の一つとなった。新菓子川の水運は1931年に改修工事の終了及び、埼玉県からの通船停止令の発令により、 廃止され、五花害すべてが廃止された。1955年、南古屋村は川越市に編入され、牛後は川越市の大技の一つとなった。1973年春頃の剣道拡幅工事で、船戸宮大島屋の江戸から残る店舗や土蔵が取り壊されたが、周運関係文書約100点及び牛小村関係の資料については、現在も、 島村家に保管されており、その目録は、大島屋文書目録として、埼玉市団20巻3号に紹介されている。2017年10月1日現在の世帯数と、人口は、以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は、以下の通りとなる。牛後の日枝神社と呼ばれた神社は、現在の河川下岸にある、日枝神社にあたる。当地に、 鉄道は通っていないが、東武鉄道東上線新河岸駅及び、JR 東日本南古屋駅を徒歩で利用できる。ありがとうございます。